とある番組で、なんだろう、企画の反省の証として金髪を黒髪に染めるっていうことになりました。それがきっかけです。はい。金髪の時よりもファンが結構増えたりとか、黒髪の方がいいよって言ってくれる方がすごく多くて、好印象だったと思います。趣味は最近は本当に筋トレにハマっていて、こう鍛えることが好きでよくやっています。好きな食べ物はしゃぶしゃぶが好きですね。あとは何だろう、好きな色は赤です。動物は犬が好きで犬を飼っています。ハワイのマウイ島に行きました。一番楽しかったところはどこですか？全部楽しかったんですけど、なんだろうな、なんかこう商店街みたいなところに行って、やっぱ日本とは全然雰囲気が違って、外国人の方も多かったし、食べ物も今まで見たことないこうレインボーのかき氷とかを食べたりして、それがすごく楽しかったです。全部お気に入りなんですけど、やっぱり表紙にした写真は表紙にふさわしいと思って選んだので一番気に入ってます。難しいんですけど、あんまりアウトドアな人はちょっと好きではなくて、結構私がすごくインドアなので、なんか同じ空間にいて個々で好きなことをやっていたいタイプというか、なんか一緒に本読んでたり漫画読んでたり、ドラマ見たりとか、そういうなんかこうゆったりした時間を過ごしてても苦にならない人がいいです。あんまりこうなんかディズニーランドに行ったりとかそういうのはあんまりしたくない。石川蓮です。今回はこう香港でちょっとなんか、なんだろう、知ってる、私のことを知ってくれてる方がいるということで、このような撮影に参加することができて本当に嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。